どうして靴下ダメ、はい、履いてくださいちゃんと、あんたちゃんと履いてない、履いてくださいちゃんと靴下を、だって道理だもん、いいな、だって学校の帰り、もう無駄が喋らない、おいそこの少年、その人はそう、あれでお尻叩かれるぞ、いいな、頭叩きよじゃん、頭叩かれたらお尻叩く、テータ見て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 、テータ学校の街、じゃあ今日行くぞ、プラス、プラス、名前はプラス君って言います、プラス、プラス、もっと臭く、プラス、プラス、うまいじゃない、プラス、プラス、杉浦君の声聞こえない、プラス、プラス、マイナ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 ス、ここにプラス君は何人いますか、はい、はい、私さん、はい、4人、杉浦さん前いらっしゃいよ、4人、じゃあちょっと数えてみるよ、1,2,3,4,3 はい、1,2,3,4 だからこれプラス4言ってな、プラス4、プラス4、プラス4、おい、悪いですね、あんたさ、だいたいね、勉強始まってからだんだんその前、まあ、下がればせ、最初ぐらいはおじいちゃん、ばあちゃん、リグネマギチェって曲がっちゃうぞ、まあ、7ワードさんはあんたも鼻くそなんかほじほじしないで、ほじほじしてないよ、いや、危ないところ、じゃあけど、プラス4、じゃあここにマイナス君は何人いますか、はい、はい、おお、手挙げて答えてくれるの、菅原さん、6人です、6人、マイナス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 6、マイナス6、マイナス6、マイナス6、プラス君とマイナス君が街で会いました、ハロー、ハロー、君プラス君って言うんだってね、君マイナス君って言うんだってね、そうだよ、僕と君とは顔がよく似てるけど違うのかな、全然違うよ、もともとねプラス君とマイナス君っていうのはね反対の人なんだよ、反対の人か、反対の人って何だろう、わからないな、そこでここでプラス1、こっちマイナス2ですね、プラス1言ってな、どうしてプラス1って言うでしょう、これ1個なんだ、何が1個、えプラス、分かった、じゃあプラスが1個だから、じゃあこれマイナス2、どうしてマイナス2って言うでしょうか、マイナスが2だから、何、マイナスが2個だから、マイナスが2個だから、そこで今日はねちょっと違いという言葉を教えます、こっちの下の多いね、マイナス 2の方が、それでこうしてやると違いはいくつ、1マイナス1、マイナス1、違いはいくつ、マイナス1、よし、それ分かるとねもう計算できちゃうからな、じゃあ今度はプラスとマイナスどちらが多いでしょう、プラスはプラス4、マイナスはマイナス2、同じ数だけそわそわしないぞ、同じ数だけ減らしてみるよ、さあ違いはいくつ、プラス2、違いはいくつ、プラス2、よし、じゃあプラスはいくつですか、プラスはいくつですか、プラス3、マイナスはいくつですか、マイナス5、マイナス5、じゃあ同じ数だけ減らしてみますよ、違いはいくつ、マイナス2、何ですか、マイナス2、何ですか、マイナス2、杉浦君の声聞こえない、何ですか、マイナス2、谷さんの声聞こえない、何ですか、マイナス2、谷さんがこっち見てない、何ですか、マイナス2、じゃあみんな声出すまで待ってるからな、しつこいから、いいな、じゃあもう一回覚えましょう、そうくるくる回すな、もっと今日の勉強は難しいんだから、もっと顔を引き締めろ、いいな、しっかり勉強してるじゃん、こういう顔になるんだ、やだいいな、お前たちの顔はこういう顔じゃないか、これはとても知性的な顔とは言えない、いいな、ニヤニヤ笑うな、ニヤつくなって言ってんだじゃないのよ、笑うの禁止、笑いの禁止なし僕ね、書いてあるとね、顔伸びるもん、ジジイの顔禁止、そりゃ無理だよ、お前、私はどう見たってジジイだもんで、お前、じゃあ子供の顔禁止よし、え、マイナス、マイナス、プラス、プラス、プラスとマイナスはどこが違うでしょう、さあ、谷さん、マイナスは、うん、マイナスってどっち、プラスが、うん、横
プラスは横棒と縦、そう、これ縦棒だな。それじゃあ早く言ってよ。先生が押さえたのは何だか早く言ってよ。押さえてる、遅い、早く言えよ。プラスマイナス、ダメじゃないじゃないの。早く言ってよ。プラスマイナス、プラスマイナス、マイナス、プラスプラスプラスマイナス、プラスマイナスじゃないか。じゃあ行くぞ、早く言えよ。いらん、プラスマイナス、マイナス、プラスプラスプラスマイナス、プラスマイナス、プラスマイナス、やあマイナス君、やあプラス君、僕は目もプラスなんだよ、僕は目もマイナスなんだよ。あ、そう。さあマイナスとプラスどっちが多いでしょうか。はい、みんな言ってごらん。マイナス4。マイナス4。プラスは何です？いくつですか？プラス3。プラス3。プラスはどっちが多いですか？プラス3。プラスの多い？プラス数えてみるよ。1、2、3、4、5、6。ちょっと待って。BW の方々してください。はい。1、2、3、4、5、6。プラス6。プラス6。じゃあ今度マイナス数えるよ。3。はい。1、2、3、4、5。マイナス5。マイナス5。どっちが多いですか？プラス1。違いはいくつですか？プラス6。違いはいくつですか？違いはプラス1。そこでこれはちょっと前に一回見せたことあるない。ああ、見たい、もう一回。これね、 BW ショッ、面白い、最後面白い。 BW ショッピングセンターです。今度ねイオンの横にできたんだけどね、お客さんがねほとんど来ないね、悲しいね。ここに車止めてね、この白い車ね、これね僕林先生のねプリウスね。あ、おか赤い車乗ってる人いる？いないか。白い車なの。あんたも白い車？僕は白い車。最近白い車の、白い車のベンツ。白い車のベンツ。え？僕に。白い車の。茶色な、あった茶色。で、みんなが買い物に来ました。で、ショッピングセンター入っていきましょう。なんで？あ、ショッピングセンターの1階には果物、野菜がを売っています。では売っています。お母さん、あの野菜新鮮そうね、あれ買いましょうか、美味しそうだね。あら、ネギも売ってるわ、今日はすき焼きでもしようかしらなあ。じゃあってね、それでこれプラス1、プラス2ではね、プラス2ではね、お洋服を売っています。プラス2階だ。そう、プラス2階。ここではお母さん、秋の洋服売ってるわ、今度は何色にしようかしら、秋は秋らしい色がいいわね、なんてお母さん言ってるの。ところがこの BW ショッピングセンターの地下街があるんです。ハマートは少ないけどね。これ地下はね、ここがグラウンドが例でね、マイナス1階、マイナス1階ではね、これ人形なのよ、恐竜の人形売ってるの。それでマイナス2階行くとね、実はお化け屋敷でね、お化けいっぱいフラフラして、みんな先生浜松中のお化け集めてきてね、ここ入れてるの。内緒だよ、ここへ来た人はね怖い。じゃあ聞きますよ。マイナス2階では何売ってますか？お化け屋敷。マイナス1階では何がいますか？恐竜の人形。プラス1階では何売ってますか？野菜。プラス2階では何売ってますか？洋服。ということなんだけども、実はまだある。あるんだね。知ってる。これがその、これから皆さんを招待しましょう。それでは皆さん、これから BW ショッピングセンターの秘密を教えてあげよう。そこへ行くにはエスカレーターに乗っていきます。お母さん、ここマイナス3階よ、怖いわ。大丈夫よ、でもお母さんも怖いわ。行ってみましょうか。そこでマイナス9階のボタンを押したのです。マイナス3階だ。お母さん、だんだん寒くなった。寒くなってきたわ。そうね、下行けば行くほど寒くなるかもしれないわね。お母さん、マイナス5階よ、顔怖いわ。大丈夫大丈夫、でもあの BW の林先生っておかしな人で、こんなショッピングセンター作るなんて。マイナス6階、お母さん、マイナス6階よ。やめるか。おやだけど、また今日怖い夢見るよ、いいの？マイナス7階、怖いわお母さん。大丈夫大丈夫、きっと何かがあるわ。マイナス8階よお母さん、怖い、帰ろうよ。
いいから、まあ、ここまで来たら見て、見てみましょうね。そしてお母さんと子供はマイナス9回へ来たのです。じゃ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 ーん。マイナス9回はどうなってたかというと、夢の国。そう、ここは不思議な地下の国でした。ここはね、実は誰も来たことのない深い深い地下の地底の国でした。ここに地底の中には湖があってね、恐竜がいてなくてこれネッシーが泳いでる。そしてね、お花がね、みんなね、葉っぱがね、緑じゃなくて、ね、ピンクなのね。そして山はね、全部金でできてね、キラキラ輝いていました。お母さん素敵なところね、マイナス9回ってこんな素敵なところね、よかったね。じゃあ戻ってこうね。マイナス8、マイナス8、マイナス7、マイナス7、マイナス6、マイナス6、マイナス5、マイナス5、マイナス4、マイナス4、マイナス3、マイナス3。ここからはね、誰でも来られます。今度またあの近くにBW ショッピングセンターができたらみんな来てね。いや、うん、なんで？どこにあるんだよ。今お客さん集めるのに苦労してんだよ。どこにあるの？じゃあ今日はみんなの成績を発表します。今日は、7人の子供たちがいますが、みんなの成績を発表します。みんなの 手挙げた数によっていい子か悪い子か判定します。いつもお母さんのお手伝いをしている人、手を挙げてください。ビビビビビビビ、プラス2でした。よくないね。いつもお母さんが作ってくれる料理を何でもよく食べてる人、手を挙げてください。はい、全部食べてるよ、いつも。ビビ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 、プラス4点、おめでとうございます。じゃあ、林先生のことを好きな人、手を挙げてください。点じゃないの。よっしゃい。じゃあうんちをした後ちゃんとお尻をきちんと拭いてる人ってあげてください。はい。あんた迷ったね、おかしなことに。おお、プラス4点でしたね。はい。じゃあ勉強は好きな人ってあげてください。おお、全員じゃないの。キキ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 、プラス4点でした。おめでとうございます。やった。よーし。じゃあいつも一人で頭お風呂に入って頭をきちんと洗える人ってあげてください。洗えるけど、あら、あんた洗えないの？うんって言って。うじゃないよ。誰が、お母さんがやってもらってんの？ねえ、グビグビグビ、この辺がプラス2になっちゃったじゃないの、あなた。妹がついてくる。何を？洗えるけど。ああ、妹さんついてくるのか。じゃあみんなの成績発表終わり。なんで？じゃあこのこっち見てよ。プラスがいくつあるか数えてみましょう。プラス2。じゃあマイナス数えてみてよ。マイナス3。あ、そういうふうに答えてよ。また鼻ほじほじしてる、あんたは。若い娘が。そのおい、鼻くそ取っとけよ。先生後で食べるから。そこ集めて。本当に。はい。じゃあプラスから聞くよ。プラス4。和田さん、プラス何ですか？プラス4とマイナス4。もう分かったの？もう分かった。斉藤さん分かったよ。プラス4とマイナス4だって。さっきで僕が分かってた。そうですか。じゃあプラス数えるよ。3、はい、1、2、3、4、プラス4、プラス4、3、はい、1、2、3、4、マイナス4、マイナス4。じゃあ今度プラスマイナス数えるよ。プラスはいくつですか？プラス5、プラス5、マイナスは？マイナス3。プラスとマイナスどっちが多いですか？今、プラス、プラス2。どっちが多い？はい、プラスはいくつですか？プラス、プラス9、プラス何？プラス7。じゃあマイナスは？5、プラス5。プラス、ま、マイナスは5だよ。プラスと、マイナス5。 OK、プラスマイナスどっちが多い？プラス、プラス、プラスのいくつ多い？プラスの方がいくつ多い？プラス2。何？プラス2が多い。プラス2、もしよかったらこっち来いよ、ここへ。大さん、マイク。じゃあそこでいろいろとお友達が変わります。なんだこいつ。だから、なんだこいつ。寝てる子もいるんだ、寝てる子も。プラスはいくつですか？プラスはいくつ？プラス5。マイナスは？マイナス2。違いはいくつ？3。プラス3だろう。プラス3。じゃあ